にちは。現在私は狛江駅に来ています。天候はこんな感じの日なんですが、岩田さん物見山に歩いていきたいと思います。それでは出発します。市街地レベルでこんな感じなんで結構積もってるかもしれないですね。岩田さんも真っ白ですね。岩田さん駐車場にも車が止まってないですね。岩田さん登山口までやってきました。それでは進んでいきましょう。これはなんかの動物の足跡っぽいですね。一の鳥居を通過します。二の鳥居に到着しました。下は真っ白で見えないですね。ちょっと休憩したいと思います。この二の鳥居のいつも僕が休憩するところのここの石のこの辺の模様になっているのはなんか古代アンモナイトの化石みたいなんですよね。コップを忘れたんでこれでコーヒー飲みます。それでは休憩したので岩田山山頂に向けて行きたいと思います。また後で戻ってきます。どなたかちょっと前に登ったっぽいですね。トレースがあります。岩田山山頂に到着しました。眺望はこんな感じで、ここが岩田山っていう雰囲気がないですね。それでは高差し山物見山方面に歩いていきたいと思います。普通になんか雪山登山しに来てるみたいでなんか不思議な感覚ですね。かなり雪が積もりましたね。それでは高差し山寄ってきたいと思います。誰か来てますね。高差し山着きました。いや結構本格的に降ってきましたね。駒高の休憩所のところまで歩いてきましたが、なんか全然いつもと雰囲気が違いますね。では物見山向かっていきます。こちらにもずっと動物のトレースがありますね。何でしょうね。物見山です。それでは三角点行ってきたいと思います。ここにもまた別の動物のトレースがあります。さっきのトレースはずっと三角点まで続いてるから三角点見に来たのかな。物見山三角点です。それでは北向地蔵方面行ってみましょうか。北向地蔵の手前ですけど、雪のかぶった杉も綺麗ですね。雪の北向地蔵です。それではこの辺で帰っていきたいと思います。ちょっとクニャーノキせっかくなんで雪の中クニャーノキ頑張ってるかちょっと会いに行ってきたいと思います。だいぶ積もってきましたね。
これ凍ってんな。大丈夫か。それでは野生尾根峠を下っていきたいと思います。これはいやすごい降ってんな。野生尾根からの眺望ですが、ここは奥武蔵とは思えない感じですよね。そしてクニャノキが見えてきました。雪が積もって重そうですね。もうちょっと近づいてみます。クニャノキまで来ました。痛々しいですが頑張っています。写真を撮って帰りたいと思います。これはなかなか見れない光景ですね。野生尾根峠まで戻ってきました。本当は宿屋の先まで行って見たかったんですけどね、ちょっと時間の関係上戻ってきちゃいました。それでは物見山寄って帰ります。厳冬期物見山やってきました。それでは日和田山方面に帰っていきたいと思います。すげえ、これだいぶ積もりましたね。これ高差し山巻いて日和田山の方に行きたいと思います。今日は日和田山山頂も巻きたいと思います。二の鳥居に戻ってきました。行きは真っ白だったんですけど、今景色が見えてますね。うわー綺麗。またちょっと見えなくなってきました。でも巾着がしっかり見えますね。それではそろそろ帰ります。日和田さん登山口まで戻ってきました。お疲れ様でした。